クソ GG のコメント返しです。ダンリードネットワークは打ち込みロック的ですが、松本さんも好んで聞いていましたかと。はい。ダンリードネットワーク自体は僕は知らなくて松本さんに教えてもらいました。で、2枚目とか3枚目とかその辺頃はものすごくだから影響を受けてますね。好んで聞いていたかどうかは私は知りません。まあいいなっていうか、まあこれをやったらなんか今時かっこいいなって思ったんでしょうね。こういうふうな方向性にしたいみたいな話はあったはずです。はい、ありがとうございます。では次のコメントです。専属学園音楽大学の講師をされていると知りびっくりしました。講師じゃなくてね、教授です。まあいいけど。坪倉さんや田葉山さんとかも同じくですね、ビニングの方々が多いのはなぜですかと。もともとですね、ここの専属音楽大学のそのロカダポップスコースっていうのは一番最初に作ったのは、前野さんっていうキーボーディストの人と、酒井さんっていうベーシスト&ボーカリストの人。その二人が、今日デザインコースだっけな、なんか、音出っていうかそうだね。うん、そこで講師をしてたのかななんか。そこの音でからなんか分かれてロック&ポップスコースができたらしいんですよね。もう10年以上前の話なんですけども。で、その、前野さんと酒井さんっていうのが、もともとはだからパブリックイメージっていう会社、その月光さんっていうのがオーナーで社長の方なんですけど。で、その月光さんっていうのはビーイングの一時、僕が入る前とかは副社長だったっていう。その永田さんと月光さんと2人でなんかやってて、で途中で別れたっていうそういう経緯があるらしくて、坪倉さんとか葉山さんとか、あとだから北島健二とかもいますよ。はい。なんでその辺で、坪倉さんは僕は2年目から入ったんで、なんで坪倉さんは1年目からいましたね。なんでまあその辺のビング関係だから、坪倉さんとかは本体のビングの方に残ってたんですけども、まだ月光さんがいた頃にビングにいたんじゃないのかな、なんかその辺なんかウィキに書いてるのかな、調べたこともない、そんな感じです。なんで坪倉さんはそういう感じですね。だからチェリーさんとかもパブリックイメージの人です。だから松本さんとチェリーさんっていうのもだから昔若い頃からずっと知り合いみたいで、ビーズのツアーの時とかになんか松本さんに紹介してもらったりとか、チェリーさんたまたまなんか名古屋かどっかでリンドバーグとビーズがツアーが同じ日になんか別の会場でやってて、そこで同じ場所に飲みに来て、でそこでなんか紹介されたみたいなのが一番最初だったりします。葉山さんとね、北島健二さんは僕が呼んだんです。なんかバンドの事業とかができる人いないかなと、でレコーディングも自分でできてみたいな、そういう感じなんで、なんで北島健二さんを最初に呼んで、その次に葉山さんを呼んだのかな、そんな感じで。まあね、北島さんね、健ちゃんとかはもうだからある種恐れ多いんですごい人なんで、僕もね20代の頃とかはね、だからね、もう北島健二とかね、田中一郎とかね、本当に憧れてましたから、もう日本ですごいギタリストだなとかと思ってたんですけども、まあ、松本さんとかも正統的なハードロックの感じですごくめちゃくちゃ音がいいなとかって、浜田麻里さんのサポートとかしてた時に思ってたんですけども、まあそんな感じなんで、まあビングの方々が多いのはまあそういう風な感じなんで、葉山さんと北島健二さんを僕が呼んだし、あとはそのパブリックイメージの流れとかでなってたりします。そんな感じですね。はい、ありがとうございます。